はい、うまくもないけど下手でもないハム太郎。今回やっていくのは近畿23であれば、この沢渡茜ちゃんはそんじょそこらのガチャゲンよりは強い。マジで。あ、おぎまるだ。ごめん。はい、じゃあ茜ちゃんこんな感じね。まあまあまあ、ギミックはね、今回使っていくのはブロック魔法陣なんだけど、ブロック魔法陣の貫通って案外少ないのね。で、さらにそこで爆発持ちなのよ。だから、火力に期待するんじゃなくて、鬼丸のサポートとして来てもらうって感じかな。だからほとんど鬼丸が無双するだけのクエスト動画になっちゃうんだけど、ただ要所要所でね、そのサポートいいところ見せられたらいいなと思って、私は今回動画撮らせていただいておりますと。そういうわけでございます。だからこういう時はもう別に無理せずに、あ、踏まなきゃ倒せんか。ごめん。そりゃそうだな。今、プニぐらいいけっぺと思ったらね、プニもいけんかった。こうやって爆発で、鬼丸が、はい、強くなる。鬼丸が強くなるってことは、楽勝になる。そうなんだよね。下手な友情コンボ？うん。え、降臨なのに、こんなに、ちょっと前までもてはやされてた友情がついちゃうの？みたいなキャラクターよりも、正直爆発の方が強い。もちろん、加速とかの方、加速は優秀だけど、爆発ってさ、もちろん砲撃型と組まして、友情コンボ誘発に使えば、一手分埋まるし、なおかつ、これ加速系のキャラと組ましてあげると、もうそれだけで強いじゃん。加速が誘発、加速ってほら威力関係ないからさ。で、鬼丸みたいにパワーフィールドなんてまとえるもんだったら、本当にね、下手なガチャゲンより強いんだよね。ただ火力はもう一回期待しないで。火力は期待しないで、一応やってみるわ。うー、行くぜ。あー、そうって自分で言ってたアンチブロックの存在忘れてた。まあ結果笑いかな。ちょっと削ったし。うん、オッケー。そうなんよ。だ、私が何が言いたいかっつったら、例えば、沢渡り呼んでいけるクエストはないけど、沢渡りちゃんと組ませることによって、強いよねってキャラは山ほどいるってことだよね。他の運は、例えばね、貫通の重力だと、まあ、ディビジョン強いじゃん。ディビジョン強いけど、ディビジョンの単体火力と沢渡りを比べたらもちろんディビジョンなんだけど、じゃあ、ディビジョン&オギマルと、サワタリ&オギマルだったらどっちが強いって言ったらもう全然オギマルだよね。オギマル、サワタリの方。まあ、私が言いたいのは、要はそういうことよ。どういうことよ。いや、SS 使ったら、SS、サワタリちゃんたまんねえな。あー、関係ねえ。オギマルが強すぎる。オギマル、あ、これね、紋章つけたのは、天馬昨日やってて、天馬のその残りがですね。最近ずっとつけっぱなしですね、非属性枠は。さあ、そしたらねー、アンチブロック持ってる。そう、アンチブロック持ってるから、これパワーフィールド込めなら倒せるべ。プギン処理。できない。まあ、攻撃力に関しては、2万7000。まあ、運枠って感じの、ステータスだね。そしたらね、やばいな。ちょっとこれ、ちょっとやばい。地雷の回収をしないと、普通に負ける。お、あ、大丈夫、1P だ。OK。焦ったー。ちょっと SS 化していただきました。そしたら、自称しながら突っ込んでいく。うん。今の動きも、ほら、アンチブロックなかったらさ、まあ、上手い人だったら当たり前に上入るけど、上か下かってなっちゃう場合あるでしょ？そういうのもない。うん。いいんじゃないの？と私は思いますが、どうでしょう。ついよ。やばい、SS がたまらん。鬼丸を連れてきたのは失敗だな。確かに鬼丸と組ませるとめっちゃ強いってことは自分でも今よーく分かったんだけど、よーく分かった上で、何が言いたいんだろう。強い。そう、サータリちゃんも強い。だからここもアンチブロック持ってるから、これは、あー、ちょっときついか。アンチブロックない方がよかった、これは。だよね、それるよね。うん。アンチブロックはゲージにしてほしかった。ごめん。アンチブロック褒めてたけど、ゲージだったらより良かった。よし。じゃあ、とりあえず雑魚処理して。待てよ。焦るな、俺。そう。忘れちゃいけない。鬼丸は、さっきから強すぎるパターンが多いから。あ、これでいい、これでいい。じゃあね、最初に触れた敵にヘビ。最初に触れた敵にヘビ。
ヘビの悪魔で攻撃していくぜ。ただ触りづらいね。まあ、最悪倒せば、ちゃんと貫通してくれるでしょ。どうだろうな、近くの敵に来そうな気がするけど。いいんじゃん。あ、ビットン行く。なんとも言い難い程度の火力でしたね。もう一回やる、もう一回やる。今度はザコ処理して、よし、覚醒入った。もう一丁ヘビ、あー、ヘビできない。ヘビはできないな。綺麗に止めるしかないか。よし、痛め。うん、弱い。いや、分かっちゃいたよ。直殴りが乗らないことは分かっちゃいたよ。分かっちゃいたんだけどさ、ほんのちょっとだけ今俺は期待をしてしまった。もしかして 乗るかなみたいな。うん、まあ乗るわけはねえわな。はい、終わり。ご視聴ありがとうございました。アム太郎でございます。そんな感じ。バイバイ。